これ20年ぐらい前後に聞いたら泣くんだよきっと。この頃比叡山登れたんだよねとか言って、もう足腰立たないけどつって、2011年5月23日、東京は、日本は原発騒ぎで大変なことになっています。気を整え直していきましょう。